別に俺に才能なんてありゃしない。あったらこの歳までこんなにうだうだやっちゃいないだろう。才能なんてありゃしないけど、それもまた関係ねえしょ。そうこうするうちに気づけ俺もついに40。時間ばっか経つが相変わらず瞑想中。今日も繰り返すパッとしない生活。 SNS を眺めては誰かを妬む。ちょっとずつだが増えてく白髪。寝起きの顔のシワがマジでやばいわ。特にこれといった大きな不調はないが、いつまで動くのかなこの体。けどまあそう、余裕がなくなってようやく腹が座ってきたぜ。ここ数年当てなんてもんはありはしねえけど、このままじゃ終われねえんだよ。とにかく絶対諦めたらそこで試合終了。結局は突き詰められるかどうかが重要。おっさん代表して俺がやってやんよ。いえ、別に俺に才能なんてありゃしない。あったらこの歳までこんなにうだうだやっちゃいないだろう。才能なんてありゃしないけど、それもまた関係でしょ。いえ